第、山原子力発電所は中華、人民共和国関東省大山市や家系鎮にある原子力発電所。2013年に送電網と同期して発電開始することを計画し、あれば社の1700無休を終活水型炉を利用する発電所としては、フィンランドのオルキリオとフランスのフラマンビルに続き3番目の原発になる予定だったが、 結果的に世界に先駆けて EPR の商業運転を開始することとなった。運営は中国広角集団が70%、フランス電力が30%を支出する合弁会社の関東大山核電、合営有限行使が行う。2008年8月26日に掘削作業が開始され、1号機のコンクリート打設は2009年10月に始まった。 建設は計画では46ヶ月で完了する予定であり、初めての EPR として建設されていたフィンランドフランスのものに比べて大幅に安く、早くなっている。何度か商業運転の延期が発表されていたが、2016年2月20日には中国広角電力参加の中国広角電力が商業運転をさらに半年延期すると発表した。結局、 1>, 1号機は2018年6月6日に発臨海を達成6月29日に送電網を同期した9月には全負荷運転に移行する予定とされていたが2018年12月13日に168時間の連続全負荷運転試験を完了して商業運転に入った続いて2号機も2019年5月28日に発臨海を達成 6月23日には送電網に同期した。2019年8月7日には全負荷運転に移行し、年内に商業運転に入る見込みである。2021年6月14日、アメリカの CNN は原子力発電所から放射性物質が漏れているとの報道を行った。アメリカ政府関係者は発電所を運営しているフラマトム社から差し迫った。 放射線の脅威があるとの報告を受けたとしたが、危機的なレベルではないとしている。また、フラマトムの親会社であるフランス電力は1号機の燃料棒のコーティングが劣化により一時冷却系で気ガスの濃度上昇があり、放射能を除去した上で放出したと説明。汚染ではなく管理された放出であるとしている。年月日、中国生態環境省は、 燃料棒の破損により冷却剤中の放射性物質の濃度が上昇したと発表した。1号機の燃料棒のうち5本前後が破損したとしている。これは全燃料棒の0.01%未満だとしている。生体環境省は放射線量の上昇は原発における安定稼働の許容範囲内であり、環境への放射性物質流出の問題はないと。 強調した。2021年7月30日、原発運営会社は破損した燃料棒を交換し、破損原因を調べるために1号機の運転を停止したと発表した。当初、破損は想定内だとして、運転を続ける考えを示していたが、方針を転換した模様、施設外への放射線漏れは否定した。ありがとうございます。